いや、やっぱジェフの選手2人いるからさ、はい、はい、やっぱ俺はやっぱジェフについてまず聞きたいんだよね。あ、まあ俺もジェフについて聞きたいこといっぱいありますけどね、ま、大輔キャプテンやってさ、翔太が副キャプテン、キャプテンでしょ、はい、はい、いやキャラ濃いな。いやキャラじゃないですよ、多分ヒゲだけですよそこに。いやでも調子上がってきたさ、一番の要因は何？まあシステム変えたんですよ、うんうん、去年からずっと 4-4 にやってたじゃないですか、うんうん、で栃木戦で3バックになって、でまあいろいろ中盤3枚にしたりとか、まあシャドウを置いて4枚にしたりとかいろいろやってたんですけど、最近まあその3バックのシステムでみんなが慣れてきたっていうのと、まあ怪我人が結構復帰してきたんで、大使とか復帰したりとか、田口大使、うん、復帰したりとか、うん、まあ三木智也が連続ゴール決めてたりとか、なんかいろんな選手が活躍しだしたっていうのはありますけど、ねえ、やっぱああいう若い選手が活躍するといいね、うん、勢いありますよね、ね、え一番大きなさ、うん、じゃ去年俺がいた時と、じゃ大輔が来た時の大きな違いは何の、その戦術の部分。去年はもうキーパーからロングボール100本ぐらい蹴ってるもんね、このキック。はい、1日1試合ですよね、90分あってね、90分で100本ぐらい蹴って最後走った。そう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 、じゃないですか。1分1回以上ね。そうそうそう。だから、まあそれがなくなったのもあるし、だけど、あのヘッドコーチに小林義行さんがいるので、その人がやっぱり全部、あの攻撃とかも、あの、あの取った後のボールをこうしようとか。もうそういうのも言い続けて、本当にずっと言い続けて来てくれて半年やってたんで、まあ、それがやっと、はあ、形になったのもあるし、あとはサウダーニャにこう、ね、サウダーニャ来てから、うん、あいつにこう注目が、相手の注目がいくから、その周りのやつが生きるっていうのも最近の良さかなっていうのは。なるほどね。でもマス君やっぱり今年キャプテンのね、あの言葉の力っていうのがめちゃめちゃこうチームを一つにさせてくれてるっていうのは、やっぱこれ本当にやっぱもうキャプテン向きっすわ、大輔は。いやそうだよ。ああ、もうこれキャプテンでよかった本当に。いやそうだ、だから俺クビにして大輔にしたんだからさ。いやそれぐらいじゃ確かにね。フリーバックなら最後攻めてちょっと気持ちかった俺は。確かに。なんかバランスは難しいっすよね。俺今来たばっかりだし、なんかじゃあ来たばっかりの選手がこうやれこうやれっていうのは絶対違うと思うんですよ。でもまあ去年からやってきたこともありながら、でもここはこうした方がいいんじゃないっていうのもあるし、なんかそういうのは今までいた選手がやってくれてるんですよ。ここもっとこれが大丈夫だからこうしようよみたいなのは、まあ翔太君とか、あと今までいた選手がこう言ってくれて、で結構なんかメンタル的なところをやればいい、やる方がいいかなと思って。いやまあまあ、じゃあちょっと僕聞きたいのは、引退した後いろんな活動してるじゃないですか。どうですか、率直に楽しんでます今。やっと割り切れたというか、はいはい、これでいいんだって思えるようになった。いっぱい働いてたら自分の中で充実感が生まれるタイプだったの。だから月のうちの毎日午前中働く方が自分の中で充実感あったけど、はい、意外とじゃあ月 2,3 本しか仕事がありませんってなっても、はいはいはい、意外とそこでお金がちゃんとポンって入るけど、なんか自分の中では満足してないんだよね。まあ、なんか今日も仕事ない、明日も仕事ないっていうのがすごい不安になる時期があって、3月4月とか結構きつくて、うわ俺何やってんだろうとか言って。意外っすね。いやなんか俺あのやっぱそのサッカーから離れて違う世界とか、まあそのサッカー関連もありますけど、そういうとこ見てて最初結構新鮮で楽しいのかなって、でその後にそういうの来るのかなって思ってて、めちゃめちゃ楽しいんだけど、やっぱちょっとふとした時に、はい、あ毎日、あ今日も子供の送り迎えしてる、あれ俺今ママと思われてんだなとかさ、こいつ毎日送り来てるよみたいなさ。そこ気にします、あいつまた送りに来たよみたいな。でもなんかそういうのも今は全く、いやなんかサッカー選手やってると俺、まあ翔太君もあれだけど、あの1週間でさスケジュール組むじゃん、やっぱ。いやそうだね、ね、あの試合があってそこから逆算したその作り方ってあるから、その中長期的な目標もそうだし、短期的にも1週間に1回試合があるってなると、なんか目指すところがやっぱあるじゃない。そうだね、なんかそれって
その引退していろんな活動するとそこの設定ってどうやってんだろうなって。自分でイベントとかやりたいからさ、じゃあ何かイベントやるとか、はい、じゃあ例えば、はい、逆にリバックのプロジェクトやるって、はいはいはい、なんかあそれこそそれを目標にして、うん、客観でなんか動いていくイメージ。自分で仕事を見つけて自分で仕事作らないと仕事って来ないなってのをめちゃめちゃ思ったの。今まではさ、与えられた場所で候補を持ってくるしね、候補が全部持ってくるじゃん。で試合はやる、移動はこれチケットどうですってあるじゃん。さあ引退したらさ、自分で動かなかったら何もないわけよ。なるほど。でも自分で動いたらそれだけ人のつながりバーって仕事来るの。だから面白いよ、やったらやっただけやって翔太君引退後何すんの？そうだよ、何にも考えてないね。引退しようとしてない。あ、そう。あ、いや、そりゃそうだけどさ。あ、そりゃそうなんだけど。でもなんか今の現状でなんか指導者やりたいとかはある？あ、俺サッカーしたくない、もう多分。マジで？こんなに自分のことをこう精一杯毎日やってて、うん、だけどこう指導者ってなったらそれを注げるのかなと思って。あ、すごい分かる、分かるわそれ。なんか こんだけ自分のことを追い込むから、指導者ってどこまでやったらいいんみたいな。マス君、指導者やりたいはあるんですか？いや、ネルシーノと出会ってめちゃめちゃ指導者興味あったけど、はい、それこそ今回 B 級取り行ったんよ、鹿児島に。はいはい、で引退したから一般の人とやるわけよ。だからさ、体育の先生とか柔道の先生とか来るわけよ。その中にマス君いるんですか？はい。でさ、はい、じゃあ4対4フリーマン、ワンフリーマンでポゼッションやろうって俺が仕切ってやるわけよ。さ、まず最初のパスでさ、足の裏でトラップしようとしたら後ろに行っちゃってとか、うんうん、だからまずその現象が起きにくいの。でもそういう人をどうにかしてその現象が起きるようにコート広さ、人数を増えとかしなきゃいけないと思った時に、はい、プロって簡単、変な話さ、プロに教えるってちょっと簡単だなと思っちゃった。なるほどね。知らない人にどれだけ言語化して教えるってどれだけ難しいんかっていうのはめちゃめちゃ感じた。難しい。でも指導者なりたいはある？あるある。やっぱ B 級行ってる、取り行ってるし。俺だってレイソルで一緒にやってた時なんか、それこそだってずっともう毎試合毎試合ハーフタイムごとにマス君にこうアドバイスもらいに行ってたじゃないですか。覚えてます？うん、いやいや、もちろん。今どうですか？そうだよ、今どうですかって。いや、お前もうちょっとラインあれだからもうちょっと上げた方がいいよとか、うん、一緒に組んでる時もそうだけど、わ、この人多分指導者になるんだろうなって思ってたっすよ。へぇ、うん、マス君30、俺今年2なんですけど、うん、そのぐらいの時と今ってやりたいこと全然違います？違うね。あと自分の感情の持ち方が違ったね、32ら辺は。もちろん32というと32あたりで、あ、はい、もうそろそろ契約も難しくなってくるのかなとか思ったけど、うん、だから34、35ぐらいはちょっと怖くなってきてる。なんか難しかった。でも本当に1年ごとに感情は変わってった、はい、指導者やりたいって思いが若い、うん、30ぐらいの時は素直に思ってたけど、はいはい、いやでも生きていくには指導者やっていけんのかな、うん、なるほど。なんかコロコロか、俺も本当にコロコロ変わってた。そうで、最後の方は自分はもう終わり方をすごい気にしてたから、はいはいはい、もうちゃんと自分が納得するように終わりたいっていう方が強すぎて、はい、なんか指導者とかも一切なかった。あ、そうなんだ、うん、だから本当は指導者やるんだったら早めに辞めるって言ってさ、はい、次の年指導者やりたいって言わなきゃいけなかったけど、はいはいはい、もうそんなの一切考えなくて、はい、それじゃあもうあれですか、じゃあ次の準備とかしとけばよかったなとかってあるんですか？多分それないですか？そんな余裕一切なかった。あ、だったら普通、でも普通あんな最後の最後に引退するって言わないでしょ。確かに確かに。いや、びっくりでしたよ。自分でもびっくり。でも今すんごいスッキリしてるからさ、戻りたいとは一切思わない。だから俺現役の時もさ、一緒にやったね、はいはい、一緒に練習してた、一緒に残り練やってたやつがさ、試合で出たらすごい嬉しかった感じ。言ってた、うん、素直に喜べたの、同じポジションでもね。だってサブに回っても俺にずっと言ってくれたりとか。俺でもね、あれやっぱ浦和行って全然出れなかった時期あったんですけど、やっぱ難しいっすよ、マス君あれ、うん、なかなかやっぱできないっすよ。でもね、あれがあったからちょ日本代表まで行けなかったのかなっていうのも思ってる。あ、そんな感じない。もう全員骨折ってでも俺が出てやるぐらいの感情が俺にあったら
また違った世界あったのかなっても思ってる。ああ、なるほどね。そういう感じがサブでもできたから、35年で契約してくれたチームがあったのかなとも思う、はいはい。まあ、そうですね。年重ねそれは大人だな。それは深いね。違う深い、マジで。チームにとってはやっぱり、出てる時はいいけど、出てない時ってやっぱすごい重く感じちゃう。いや、間違いない、それは。だからそれをさ、うまく使い分けるのもいいのかなって思う。それすごい、それすごい。やっぱ心のどっかでやっぱ負けて自分にチャンス来るんじゃないかなってやっぱ思っちゃうしね。いや、そうだね。多少は。やっぱり後ろの選手だからこそね。でも、感情ってさ、俺はさ、寝るシーンから学んだんだよね。あ、そうなんですか。どんだけサブでも、やっぱ試合出て勝ったら使ってくれる。うん、でも、練習の態度とかさ、練習にどんだけの影響を与えてるとかさ、うん、なんかそういうのを示してくれたんだ、監督が。あー、なるほど。出たし、うん、こうやって生きていくんだなっていう示しをしてくれたのはネルシーニョ。そうなんだ。ネルシーニョと出会ってからその感情のコントロールとかその、はいはい、そういう接し方とかすごい考えて、あと北島さんとかそういう先輩、あいい手本いたね。なんかコロナ禍でサポーターの声援が聞こえない状況はプレーにどんな影響がありますかっていう。あ、テンション上がんねえな。あ、もうそれなんですよね、結局。入場から飛ぶまでのあの時の応援とか、やっぱ必要っすよね、やっぱ。いや、必要。なんかもっとなんかできないかな。ねえ。最初はデフ来てからこの状態だから、あの声援ある状態受けてないんですよ。俺も1回だけ。だから、なんか、あ、そうか、そうじゃん。2試合か。千葉銀と開幕戦。だけ。いや、そうだからさ、すごいショックだよね、うん、それは。すぐなくなるから、うん、コロナ。もうちょっと我慢しよう。いや、ほんとだよね。そうそう。俺、そうなったらさ、ゴール裏行くから。マジっすか、そこいるんだ。ゴール裏。顔絶対嘘じゃないですか、顔。ちょ、ゴール裏ちょっと。ほんとっすか、うん、俺、ゴール裏がどんだけ楽しいかって、ちょっと YouTube で配信するわ。いや、ほんとっすね。それいいね。チームのゴール裏どんな感じかっていうのをちょっと配信していく、うん、それしかもプロ選手のだった目線でね。そう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 、そんなの初めてだ。すいません、チャットもう一個拾っていいですか。お願いします。試合に出れなくて頑張ろうと思っていてもパフォーマンスが上がらないときはどうしますか。その負の連鎖的なやつですね。俺はね、自分でいつも、まあ、変な話さ、うん、自分に言い聞かせてたんだよね。これって自分が調子悪いんじゃないって思ってた、うん、あ、なるほどね。俺よくさ、自分でも周りでも言うんだけど、自分で自分の評価すぐ決めるなって、うんうんうん、だから試合中も今日調子悪いですとか言うんだけど、いやいや調子悪いって言うなって、自分で決めない、決めるのは監督だからって、はいはいはい、自分でポジティブにポジティブに考えるようにしてた俺は。あ、なるほどね。試合中にさ、あ、今日調子悪いな、あ、今日仲間良くねえなとか、うんうん、自分が判断するのはやめてた、うんうんうん、あ、とか、やっぱさ、ネガティブなところにいいことって起きないからさ。うん、あ、確かに。なんかこれをやった方が調子上がるっていうのはやっぱ難しいよね。なるほど、うん、いい時の映像を見るとかもちろんあると思うんだけど、うんうんうん、意外と自分が調子悪いって思ってるだけで意外と調子悪くなかったりするしさ。そうっすよね。いや、そうなんですよね。考えてるだけで、いやいやお前全然だよって、うん、意外と、うん、だから出れてないから調子悪いって思う人多いけど、出れてなくても調子いいやついっぱいいるんだよ。いっぱいいる。たまたま11人に選ばれてないだけで、それ、そうそうそう。やっぱ気持ちの持ちようなんだよね。うん、確かに。って俺はすごい。なるほど。じゃあメンタル的なところで結構引き上げてたって感じですね。そう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 。クソ天然なんですよ、こいつ。大好きで、そうです。いやいや、天然じゃん、完璧じゃん。ちょ、マジ、焦るから、本当に。今日とかさ、3つぐらいあったんですよ。左ハンドルじゃないのに、左ハンドルに乗ろうとしたんだけど。あれやばかったね、マジで。あれはマジで爆笑だった。そう、さっき2ブレ終わって、翔太と一緒にいたんですよ。うん、7時半ぐらいまで。うん、あ、7時ぐらい、6時半かぐらいまで、うん。で、またじゃあ2時間後会おうね、つって。じゃあねって言って、左側に乗って。左ハンドルの車乗ったことなくねえか。乗ったことないんですよ。BM とか。でも、ね、行こうとしてて、それ、正体見られてて。しかも、軽体が。ごまかそうとしたんですよ、一瞬。
俺一回それでちょっとやばいと思って見られてるから財布置いたふりしようと思って財布置いたら見たら見たらもうバレてたからもうこれダメだ言おうと思ってハンドル間違えたあれはマジでおもろかったんだけどちゃんと見てるところがまたいいねだってもう目の前だもんやばいマジでじゃあ最後さはい俺これだけ聞きたかったの今日のメインとして今まで誰にも言ってなかったこのオンラインサロンだけのこと、はい、ない今までですかうんちょっと秘密的なまあでも今だから言えるというかそれこそね、うん、やっぱりなんだろうなそのレッズで僕がいた時に結構リーグ戦で結果が出なかったりした時にショータこれを超える話だよないですえ俺がなんで移籍したとかもう試合に出たかったし、うん、この年齢からもう一回上行ってやろうと思って、もう絶対出てやろうっていうチームを選んだのは正直なんですけど、だから代理人に逆に言ったんですよ。千葉、お願いします。ちょっと聞いてもらっていいですか、言って、俺は逆オファーでした。意外。7月ぐらいでしたよ、もうだから、本当に。マス君、これ超える話あります？え？これ超えるやつありますよ、最後。え、これ超える話。確かに、これ超えないともう終われないですよ。はい。これ超えないと次繋がんないですよ、マス君。去年さ、俺、はい、試合出れなくてさ、でも、試合出て結果2点取って勝ってもさ、はい、2点上がりとかあってさ、はい、やっぱ納得しないかったんだよね。はい、このままじゃ引退できないし、嘘でしょ、まあ、でもそんな中最後4試合取り返すあたりがすごいですけどね最後出れてさ勝って割れたしさいやすごいっすよ間違いないしかもサイドバックするの確かにサイドバック出たね右サイドバックでねお前できるかって電話かかってきて、うん、できないけどできるって言ったからそれすごいっすよマジでできますよ俺ずっともう俺レイソルずっと出てましたよって嘘ついたから、ね、言ってましたねとりあえずできますってアメリカ人みたいなこと出たからまた近々コロナが落ち着いたらご飯でも行きましょう、はい、お願いしますぜひお願いします、はい、ぜひサロン同士でイベントの交流とかでもそうだねはいやらせてくださいまたお願いしますぜひよろしくお願いしますはい、はい、ってことで鈴木大輔さん、はい、阿部翔太さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました